千代田区は小学生に放課後の時間を安全で有意義に過ごしてもらおうと、このほどある取り組みを始めました。教員の養成を専門にした大学院の協力で、大学院生が小学生の勉強を手伝うというもので、こうした取り組みは全国で初めてです。授業を終えた子どもたちがこちらの部屋に続々と集まってきています。普段はランチルームとして使われている部屋ですが、放課後は子ども教室に変わります。放課後子ども教室は子どもたちが遊んだり勉強できる居場所を提供するものです。政府が放課後の子どもの安全な活動場所を確保するよう全国に呼びかける中、その取り組みの一つとして始まりました。千代田区内では遊び場所が非常に少ないということもあって、子どもたちの健やかで安全で安心した居場所を作るということを目的にしております。先生役を務めるのは大学院に通う学生です。この大学院は千代田区のキャリア教育推進特区の認定を受けて、株式会社が去年設立しました。専門職に就く人を養成する専門職大学院の中でも、教員養成を目的とした大学院は全国で初めてです。教員免許を持っている人が対象で、会社員から教員への転身を目指す人や、現職からのステップアップを目指す人が通っています。構造特区ですので、中学とは協力関係に、いろいろありますので、我々としても、ただここにいさせていただくというだけではなくて、何らかの形で地域貢献をしたいなというようなこの希望はありまして、大学院生が子どもたちの勉強を手伝うことは、大学院側と小学校側両方にメリットがあります。学生もそんなのでこう現場でいろんな経験を積むことによって、スキルアップしていくことになるでしょうし、それから、先ほども言いましたけど、地域の方にも認知される、それによって我々の、存在が、広く認められていくということが、我々としては、狙いになっていきます。子どもたちを教えていて、自分たち、私として考えなければならないことというのは再確認といいますか、そういったこともありますので、とても勉強になってます。区は大学院の特徴を生かした学習指導に期待しています。教員免許を持たれているということで、特にこの大学院の学生の方々については、一度社会に出られた経験もお持ちの方が多いと、そういった方々が社会経験を生かした上で、子どもたちにですね、学びのお手伝いをするというのが非常にいいことかなというふうに考えています。 2×0 って言って0だね。で、3×2 はだから60だね。放課後子ども教室は子どもたちにも好評のようです。話しやすいし、なんか説明方も分かりやすい時がある。塾の宿題をやったり、学校の宿題をやったりしてます。みんなでやってると楽しいし、なんかあっという間に終わる感じがします。この小学校には共働きの家庭の子どもなどを対象とした学童クラブもありますが、放課後子ども教室は保護者の許可があれば誰でも参加できます。受付係は保護者がボランティアで務め、この日は全校児童の4割にあたるおよそ120人が参加しました。この新しい取り組みは、子どもたちの安全確保だけではなく、地域の協力や未来の教員の育成など、さまざまな効果も生んでいるようです。